今そこで行われてるのは神おろし、神様をおろすという儀式です。はい、こんにちは、ビッグボーイです。また久々に FF15 起動してます。ちょうど FF15 も今月12月で発売から2年、だいたい2年ぐらい経って、まあ、アップデートとかいろいろ来てたんで、なんだかんだでもゲーム容量が90ギガ超えしてて、まあ容量はいいとして、来年のね、また春先ぐらいにアーデンとアラネアとノクトと、あと誰だったかな、名前が出てこない、ヒロインだった人の追加ストーリーというか、そういうのがね、配信されるはずだった、配信されるはずだったになっちゃってなんだかんだでね、 DLC が開発中止になっちゃって、残ったのはアーデンのストーリーだけ。まあ、だから来年配信される DLC はもうアーデンで最後になるってことかな。そういうわけなんだよ。だから結局ね、王家滅ぼされてストーリー的にいい目見るのもアーデンだけっていうね、そんなわけなんだけど、まあアーデンのストーリーが配信されたらそれはそれでやるとして、で今は何回か聞いたかもしんねえけど、うまいかエボニー。何度も聞かれてる気がするが俺は気に入ってる。未だに聞いたことない会話とかも出てくるんだけどね。この拠点に今向かってて、新しいコラボクエスト、まあ、見ての通り FF14 オンラインのコラボクエストらしくて、あんまり詳細見てないんだけど、FF のオンラインによく登場してる、あの耳が生えてるキャラクター、なんだっけな、ミコってだっけな、なんかそのキャラクターが出るらしくて、まあ、それ関連のクエストが遊べると。それはそれよりもね、ノクトの DLC とかがやりたかった。え、何それ。おい、なんか聞こえたぞ。なんか助けてって言ってたような。ノクト、あたりを探してみないか。ノクト、薬類の買い足しは忘れずにな。あいよ。異世界の冒険者、あ、流行りの異世界ね。はい、またしても操作をね忘れてるんだよな。思い出していこう。あ、こんなチョコボいたっけ。うわ、なにこれ、チョコボでっか。大丈夫か、つが、これどういう状況だ。全く動く気配がないな。いつもは餌をぶら下げて走らせてたのですが。チョコボの餌か、ちょっと待ってくれ。食べねえのかよ。普通のは食べないかもです。お願い、餌を、良い野菜の。どっかの王子みてえだな。ああ、こっちの王子様は贅沢な野菜でも食べないけどね。お前ら、ウィズの牧場を渡ってみよう。あそこならいい餌が売っているかもしれない。ああ、いい餌ばっかり食べちゃってこんなわがままバーディーになっちゃったっていうチョコボね、デブチョコボ。で、これ潰されてんの FF14 の、ま、キャラクターだよね。あ、ちょっと遠い。なんつうか、チョコボってあんなでかくなるのな。ああ、気になるところだ。チョコボは脂肪がつきにくいはずだが。へえ、
羨ましい体質ね。まあ緊急事態ってわけでもなさそうだが、あえとか餌買ってきてやろうぜ。はいはい。一度ストーリーじゃないや、強いままニューゲームしちゃってるから、ファストトラベル地点が消えてるから運転するっきゃねえや。ああ、これどこかと思えばダスカ地方だ。ダスカ地方だっけ。多分ダスカ地方。もうね、体験版、先行の体験版でここうろちょろしてたのが懐かしいわ。さてどうする。おお、来た来た。さて、おデブ直後の餌はどこだろう。売店か。しすみません、チョコボ乗りたいんですけど。どうだろう、引き受けてはくれないかな。もちろん報酬は弾むよ。無理にとは言わないが。嫌です。検討しておくれ。仕事終わり。いらっしゃい。あ、これね。ありがとうございました。良い羽振りの野菜だな。チョコボなら喜ぶんじゃね。うん、めっちゃ喜ぶよ。これであの子も助かるね。見かけない格好だったが、あの耳にもいろいろと訳がありそうだな。耳だな。ひとまずは早く助けてやろうぜ。よ、帰ります。餌持ってきたぞ。そこら辺に置いて。うわ、暴れないで。助かった。あ、いや別に、人助けはハンターの仕事だしな。まあ間違っちゃいねえな。ハンター？暴れてる野獣を倒したりとか。ああ、冒険者さんなんですね。私は夜族のジメイです。夜族？よかった。私ちょうど冒険者さんに頼みたいことがあって。実はこの近くの大きな壁の中で大変なことが起ころうとしてるんです。大きな壁？帝国基地のことか。今そこで行われてるのは神下ろし、神様を下ろすという儀式です。おお、だろうな。神下ろしだからな。そんな冷静な。万神が現れたらこの世界も大変なことになっちゃうんですよ。世界を救うために皆さん協力してください。お願いします。うん、そうだ、このリンクパールを使ってください。それがあれば私と連絡が取れました。ちょ、おい。あ、後で合流しましょう。それじゃあ冒険者さん、よろしくお願いします。だからま、行っちゃった。え、あのチョコボを置いてくの？すごい勢いだったね。結構頼りにされちゃってるっぽいし。冒険者さんって。神と帝国、無視するには
気がかりな組み合わせではあるな。帝国基地か。あいつ乗り込みそうな勢いだったぞ。ああやべえよな。行くしかねえか。ほぼ人間しかさいないような世界、ほぼ人間、多分人間しかいないような世界だからさ、 FF15 はああいうキャラがいると なんていうか世界がねだんだん崩壊、まあ確かに崩壊してったけど世界観が崩壊していくような。オンラインの FF といったら11と14ぐらいしかないから、それ以外のゲームでミコってって登場しないよなきっと。これ撮影したいんだけど撮影できないや。じゃああっちっか。俺アラネアに会ってちょっとびっくりした。学校？ああまあそれもね。っていうか帝国人ってみんなロクと上見て、うん、ニクル軍だよ。サンキュー。ノクトのこの影がねなんかシャンプーの蓋みたいに見えるんだけど。よっ、容赦しねえぞ。調子に乗りすぎんなよ。お前もな。ああもう固まってるからここだわ。あ、長いこの剣、こんな剣持ってたっけ。速攻で終わらそう。頼もしいな。パパパパン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 パパンってか。随分上機嫌だな。ここ来たことあるよねきっと。ないことはないと思う。あでも結構いろんなところに来ちゃったのに行ってないところはあったかもしんないな。なんか鳴ってんぞ。これどうすりゃ、こうか。よかった、これでいつでもお話できますね。あのな、今どこだ。壁の中にいます。ちょうど奴らを見張れる場所を見つけたところで。な、奴ら。すぐ行く。手出すなよ。はい、冒険者さんもお気をつけて。この辺り夜は妖異が出るみたいです。待ってますので、こちらへは日のあるうちにお願いします。日はギリある。オッケー。45レベル以上余裕です。はい、なんだろうな、この辺の UI は14と同じもんなのかな。不思議な少女や地面を救ったノクティスたちは彼女から蛮神と呼ばれる危険な存在についての情報を得た。選ばれし王は世界を救う冒険者としての依頼を受けて蛮神召喚を阻止するために帝国軍基地へと侵入する。妙に静かだな。ああ、以前大規模な部隊の撤収があったらしい。ヤジメイか、どこだ。こちらです。こっちこっち、高台の上です。見ていただきたいものがあるんです。こちらまで来ていただけますか。すぐ行く。そこから離れんなよ。来いってさ。ちょっと行ってくる。一人で行くの。その方が早いだろ。早くしねえとあいつ何すっかわかんねえし。分かった、下任せろ。邪魔が来たら片付ける。こんな感じだったっけ、この基地の中って。ダンジョンみたいになってるけど。開く。はい、今はあいつのとこに行かねえと。こういうところは後ろに何かがあったり
しないと。アイテム探しは一人称の方がやりやすいかも。あそこか。どこですどこです、どのあたりからこっちまで登れると思います？わかった。ジャンプアクションステージ、はい。でもさ、それなんかはしごついてるように見えるんだけど、バリバリはしごだよね。はしごっぽいが登れないと。そっちね。カエルが、これなんかのアイテムのカエルかもしんないな。こっちから登ればいいのね。ね、ジャンプアクションに関してはもうね、なんだっけ、なんとか基地、なんとか洞窟、ちょっと名前忘れちゃったけど、遺跡でもう訓練済みだからって言おうとした矢先に落ちちゃったけど、猫がいる。え、それだけ？復帰ポイントの解放、そんなに難しいかな。このカエルは参考程度に。その調子でもっとして見えると思います。何見せる気だよ。え、もう見えてるけど。ここにも帰るか。そこ行くの？ジャンプできっかな。こんなところ行かせんのか。あ、今みたいにね、落ちることがあるからね、気をつけようね。今のあくまで霊だから。あ、ダメダメ、ちゃんとジャンプしないと、ああいう風に落ちちゃうっていうね、参考だからね。よし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 。お疲れ様です。さすが冒険者さんですね。ああ、疲れた。見せたいもんってなんだよ。つか、その耳と尻尾も何なんだ。それを説明するためにここまで来てもらいました。この望遠鏡を使ってみてください。どこ見りゃいいんだ。大きな機械と怪しい儀式の様子が見えませんか。機械と儀式？ん？なんだあいつら、何してんの。あれはイクサル族です。神おろしという儀式の準備をしているんです。あの神おろしという儀式はイクサル族が信仰する神ラシン・カルーダを出現させる秘術です。よくわかんねえけど、武系みたいなもんか。で、ラシンってのが出てきたらどうなる。神は土地の力を吸うことで権限すると言います。ましてラシンは凶暴な性格という話なので。ああ、
めんどくさそうだが、放っておくのもやばそうだな。はい、なので取り返しのつかないことになる前に冒険者さんにはあいつらを止めてほしいんです。怪しい場所あと2箇所。めっちゃ笑ってるようにしか見えないんだけど。これは何だろうな。なんだあの動いてる丸いやつ。丸いやつ？おかしいですね。ここから逃げた時は起動していなかったと思うんですが。あとはあれ？さっきのチョコボ。こっちに来ちゃってる。あの子私の相棒なんです。研究中は構ってあげられないので、餌を食べ放題にしていたらいつの間にかあんな姿。はあ。ああ。もう特には。なんだあのでかい石像。ということは冒険者さんもご存知ないんですね。あの像からは風属性のエーテルを強く感じます。乱心の神おろしと何か関係があるかもしれません。へえ、なら調べた方が良さそうだな。もうね、絶対ボス、絶対ボス。あとはこれもなんか怪しいっちゃ怪しいんだけど、あとは何だろうな。向こうの方かな。あれか、何の機械なんだ。こちらの世界の転移装置だと思います。私が目覚めた時すぐ近くにありましたし。こちらの世界、今いるこの冒険者さんたちの世界です。私のいた世界の古代アラグの転移装置とあれがつながってしまった。いろいろ考えましたがそうとしか思えなくて。転移、ゲームでしか聞いたことないわ。この耳と尻尾、ミコッテ族を見たことは。それマジのやつだったのか。マジです。はい、まだある怪しい場所。いえ、ひとまずこんなもんか。あいつらのとこにはまだ行けそうにねえし、とりあえずさっきの石像調べるか。はい、今度は私もご一緒します。王子のなりも怪しいやつだけどな。やっと降りてきたかと思えばすげえ土産話を持ってきたな。俺は信じるよ、ゲームとかそういう話あるし。ゲームと一緒にするな。ただその受け入れに似た儀式が何かを起こさないとも限らないか。まあ、ヤジメイが嘘を言ってるようには見えねえしな。この基地、調べるだけ調べてみるか。ありがとうございます。皆さん、よろしくお願いします。5人パーティー。じゃあ入ってみるか。はじめ、隠れてろ。俺が引きつける。早いとこ片付けるぞ。あー、おシステム、あ、懐かしい BGM っぽい。魔法か。果実の地方なら、心得があります。回復は任せてください。え、爆発すんの。どういうこと。俺が知るかよ。とにかくこいつらが先だ。はい、プロンプト、足滑らせんなよ。無事に済んだ。今ので最後だな。ヤジメ、今のは魔法なのか。はい、とはいえ初歩的なものですが。別の世界から来たって話、本当みたいだね。何にせよ助かったぜ。だがあんまり無茶するなよ。でこれだよ、これ。あ、なんかマップの表示もなんか変わってる。こいつが例の石像か。なぜこんなものが。これは
風の御使いと呼ばれる24種の象だ。ゲンティアナの仲間？そんなの聞いたことねえけど。無理もない。風の御使いが記されているのは創世記の義書だ。誰も存在を信じていないし、本来の名前すらわからない。でも周りにあるの測定器だよ。帝国は調査してたってことだよね。この像、不思議な感じです。まるで眠ってるような。ま、帝国の忘れ物眺めてても仕方がねえ。怪しい奴がいるならそっちを先にしねえか。イクサル族と言ったか。先の襲撃を考えると、彼らはすでにこの基地を利用し始めている可能性がある。ゾウは待っててくれるしね。他のとこ調べよっか。はい。え、後で戦闘ね。分かってるよ。絶対戦闘だ。何あれ？メテオのかけら？あれを使っているのか？そうだ、あれ。ダスカ地方の奥の方にぶっ刺さってるあのメテオのかけらの一部だよね。これこっちから行けばいいの？あ、はしごか。と思ったらコンテナから登っていくのか。この先さ、イクサル族ってのと戦うのかな。相手の出方次第だな。そういやさっき捕まりそうになったとかって。危ないところでした。こちらに来た時あの子がいなかったら、私は今頃あんなことやこんなことをされていたかもしれません。どんなこと？やばい人たちっぽいね。とにかく無事でよかったな。上のリフトは使わないんだ。で、こいつはなんだ、切ったら絶対に爆発する系のモンスターなら、なんかせっかくだし銃とかあったかな。あ、銃めっちゃある。ブーストソードチートまがいだから、はい、これでよし。低システムね。オメガっぽさがあるけど。片付けてやる。行くぞ。結構弱いなこれ。手早く済ませよう。まあ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 。調子いいじゃねえか。まあな。どそんなのあり。よ、ほ、はい、ほ。ちょっと待て。危ない。敵を見極めて、もっと気を。これもう剣で切った方が早い気がしてきた。ミコッテさんは戦ってくれるんじゃなくて体力回復係か。帰ってゲームして。どこに帰るの？ホテル。軟弱か。